遊びじゃないのよ。遊びじゃないよ、これは。I'm gonna go to the restroom. 素晴らしい、学びだらけ。学びだらけ。どうも、こんにちは、ケビです。どうも、かけです。山です。ネイティブの発音を ASMR で聞いてみた。はい。ASMR 苦手な方は、はい、申し訳ございません。はい、退場いただいて、はい、今日は行かないわけです。ありがとうございました。ありがとうございました。苦手な方はね、もう気持ち悪い。知らないんですけれども。もう気持ち悪い。俺は自分の声がそれになってると想像するだけで気持ち悪い。いや、苦手すぎだろ。今回はですね、ASMR あるじゃないですか。うん。それが取れるマイクを今回用意しまして、はい、ASMR の音質、あれで、英語を聞いたら何か発音のヒントが得られるんじゃないかとまず思ったわけですよ。うんうんうん、はい、なので、まあ、今回はネイティブのケビンのささやきボイス英語発音を聞いて、うん、我々も実践してみて何か得ようという、はい、そういった企画の提をした ASMR をやりたいだけの動画となっております。はい、これで遊びます。はい、でも実は心のどこかで何か発見あるんじゃないかと思ってます。うん、俺もね、うん、思ってる。これは学べる動画ですからね。これはそうそうそう、得るものたくさんある動画ですから、そうそうそう、そういう手でやらせてください。はい、ASMR が苦手じゃない方はぜひね、見ていただいて、お願いします。じゃあ早速やっていきましょうか。はい。まずはね、まあ、この ASMR、やっぱりこの、ささやき声でこそ進化を発揮すると思うんですよ。はい。だからこう、ささやきシチュエーションでまずやってみようかなと。まあ、まず私の方から一つ、はい、学校の授業中にペンを忘れましたと。うん。ちょっとペン貸して。はい。ああ、なるほど。これです。はい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 、はい。これ言いますよね。うん、なるほどね。はいはいはい。ちっちゃい声で言わないとバレますから。そうそう、先生にも怒られちゃうから。そうだね。山ちゃん、ちょっとペン貸して。もう俺もそれだ、その時点でもうなんかゾワッと。なんでだよ。では、はい、行きたいと思います。これあのリアルタイムで聞けるので私聞かせていただきますね。はい、こちらでございます。 Can I borrow your pen? はい、どうでしょうか。手の圧がすごい。息がね出てんだ。うん、そうだね。これいい発見じゃん。あ、そうだかも。それだけ出てるんだ、圧がパーってやらなきゃダメっていうことだからね、これは。うんうん、ウィスパーでもこんなになるんだから。うん、ちょっとさ、やってみてくださいよ、これを学んだ上で。俺はじゃあこっち方面からからね。はいはい。Can I borrow your pen? やっぱね、borrow がね、L の発音になってましたね。確かに。これね、うん、はっきりわかるわ。ああ、はっきりわかる。ASMR と、R じゃなくて L の発音だと思う。一瞬でわかる、これは。確かにね。いいね。メリアリー。すぐにわかる。うん。すでにちょっと一個ね、発見しちゃったわ。ささやき声だと R って言いづらい。うん。え、ちょっとわかる。私も感じた。で、ちょっと言いづらくなってた。なんかさ、R ってさ、この、R ってこの声が出てるからこそのこの R じゃん。うん。それがさ、できてる感じがしない、全然。うん、スカッ、スカッってしてるっていうか。そうだね。だからなんか、ロって言いたくなっちゃう。うん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 。あら、意味あったね。なんかウィスパーでもできるようになれれば、確かに確かに。これはもうリアルライフではもう完璧の R が発音できるってことになる。確かに。え、一回さ、ボローやってみてくんない？いいよ。ささやきで。ボロー。ちょっと一回山ちゃんにも聞いてほしい。やだよ、俺もう嫌なんだもん。いやいや、ちゃんと学びがあるからこれ。バロー。え、何をやってるの、これ。もうあの違う、ボローって言う前のなんかこの何か発見はありましたか。ない。いや、これすっげえ難しい R。 Can I borrow your pen?よかった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 。 OKOKOK、 もうウィスパーで練習しよう。 OKOK、 ウィスパーで練習して、あんだけ抜くからもうリアルライフに。確かに確かに確かに。だいぶ意識したもんね、今ね。めっちゃ意識した。やりすぎかなってぐらい。うん、でも全然まだまだ言ってもいいなと。まだまだ言ってもいいんだ。このイヤホン通さなくてもここの距離でも聞こえてるんだけど、ちなみにやっぱ今ぐらいで全然 R ちょうどいい感じ。ああ、そっか、ダメです。これで細密検査で、細密検査でやって初めてちゃんと分かるので、 R ができてるかどうか。あ、でも聞こえたよ、この距離でも。すでにね、こっちとは全然違いますから。ダメダメダメ、全然違いますから。それは意味があります。これやってる意味はあります。山ちゃんも聞けばいいね、これで。なんか言ってほしい。だから知りたいセリフはないの、次の。俺結構やっぱトイレに行くことが多いから。確かに、映画館とかでこう、すいません、お手洗いっていいですかっていうのはよく言うね。ああ、それちょっと聞いてみたいな。それで隣にいる人とかにね。そうそうそう、一回日本語で山ちゃん言ってよ。だから俺嫌なのよ、もう一回自分がその、ちょっとトイレ行ってくるね。ああ、いい映像をしてるよ。いい映像をしてる。じゃあこちらでございます。もまだ言ってないよ。まだ言ってないんだから。もう無理だもんだ。まだ言ってないから。喋る前のなんかくちゃくちゃ言うのがもう。
to the restroom. 聞こえましたか? I'm gonna go to the restroom ですから、今の発音をちゃんとこのマイクに向かってやってください。だしこれでやることによってその視聴者の方にも今までよりはっきり聞こえるからやっぱり。そうだよ。そうね、確かに、まあ、それはそうだ。でして俺たちが ASMR でふざけたいわけじゃないのよ。なわけないでしょ。遊びじゃないのよ。遊びじゃないよこれは。みんなのためにやってんだこれは。だってその熱意に打たれてるじゃん。素晴らしい素晴らしい素晴らしい、いいよ、いい感じだった。まあ、どこも直すところはないね。うん、あ、本当ですか。素晴らしかったです。じゃあ、ご安心ください。はい。あーとか別に思わなかった。鼻じゃぐり思わなかった。あー、レストルーム全然思わなかった。あの、山ちゃん体感的にはうん、そんなに俺は変わんないかも。まあ、C っていうのはこう、なんか T とかが強くならないようにという意識はしたけど、息が、うん、山ちゃんは結構ね、丁寧に言ってね、 I'm gonna go to the restroom って言ってたけど、私は I'm gonna go to the restroom、 go to the、 go to the って言ってたから、はい、そこもキャッチできてたらより良かったな。そうか、それも、うん、マジでいけなかったのか、イヤホンを外そうとしてるから、その時聞いてないと思うんだよね。あ、そこね、ちょっと聞いてみて、並びのためだから、これをね。ちょっと待って、わざとさ、毎回喋る前にやってないよ、くちゃみたいにやってないよ、やってるよ。次のフレーズ。次のシチュエーションはですね、はい、最近ね、スーパーで万引きした人を見たの。これガチ。ガチね。サルベイ言ってね、うん。そう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 。でそういう時に本当に万引きしたのか分かんなかったりするから、店員さんに言いますよ。店員さんね。店員さん。あの方万引きしましたよね。なるほど。報告ですね。言いづらいことを報告。はいはいはい。うん、周りにこうね、みたいなのならない。そうそうそう。騒ぎになったら困ります。そうですね。はいはい。わかりました。こちらでございます。I think he just shoplifted. なるほどね、うん、I think he just shoplifted. ショップリフトがあの万引きなんで、あ、初めて聞いた俺。ショップリフトっていう単語はあります。ここら辺結構早くなかった。もう一回聞きたいな。いいよ。 I think he just shoplifted. 結構でもすごいクリアに聞こえるでしょ。うん、素晴らしいね。さすが ASMR の機械。さすが。いきます。 I think he just shoplifted. はい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 。シャープリフトとかはすごく良かったんだけど、うん、ティンクがこの TH 感がなかった。はい、ああ、なるほどね。ティンクになったね。ティンク、はい。ティンク。ティンクになった。難しいね、これはね。こう、ね、ティッティッにしてほしいね。ベロの先っぽだけちょっと噛んで、シュッと奥に引くのが、ティッですね。ティンク。これまた、また学び得ちゃった。ああ、もう素晴らしいね。学びを得るで勉強があるから。はいはいはい。ちょっと聞いたことないね。それは、ね、それは初めて聞いたけど。単語にもよると思うんだけど、もともと抜ける系の TH、ザとかはさ、抜けないじゃん、もともと音が入ってるじゃん。でこのティンク的なやつのさ、この TH ってもともとこう、スッと音じゃん、うん、パワーが入れられない感じがするんだけど、バーンっていけるとかね。そう、この弱いから、より精度が求められるというか、うんうんうん、そうだと思う。音をでかくしていい方がさ、やりやすいんだなって思った。うん、なるほどね。そうだと思う。学び終えた。学んじゃったね。学んでるね。ちょっとそれを意識して、もう一回聞かせてよ。OKOK。山ちゃんもちょっと聞いてほしい。もう聞こえてるから。全然俺この聞こえてるから。山ちゃんも発音うまいからさ、なんか助言できるかもしれない。I think he just shoplifted. あー、大丈夫か、大丈夫か。このまあ TH 感はちょっと増したんだけど、うん、その後がちょっと雑になった感じがあったんだよね。そうか、そこをだからもうちょっと直したいっていうところですかね。はい、もう一回聞いて、もう一回聞いて、もう一回。 I think he just shoplifted。はいはいはい、あのね、あ、よくなった、よくなりました、よくなった、はい、よかったよかった。ネイティブの方が聞いても間違いなく分かると思います。おお、マジか。とりあえずこのね、万引き犯を捕まえるためには十分な間。よかったよかった。捕まえられた。捕まえられた。これでね、伝えられるよ、店員さんに。ウォルマートで伝えられる。じゃあね、やっぱあんまり大きな声で言えないようなこととか、やっぱささやき声になっちゃうと思うんですけど、撮影してて、ケビンの社会の窓が開いてると。よくあるもんね。よくあるんだけど。ないわ。一度もないだろう、そんなの。チッパ開いてるよ。っていうね。これでやったわけです。ちょっとケビン、チッパ開いてるよ。これもね、確かにね、大きな声では言えないですね。こうやって言えないから。そうだね。こちらでございます。Hey, I think your fly is open. Hey, I think your fly is open. このジッパーのことね、fly。fly って言うんだよ、言いますから。そう、fly が開いてるよっていう。ここのジッパーだけ?
そこのジッパーだけのことをフライって、ね、カバンのジッパーとかのことは別にフライって言わない。言わない。ウィンドウともなんか言うんだよね、実は。破壊の窓的な。そう、日本と一緒で、Your window is open とも言えるんだけど、まあまあ、どっちかというとフライの方が使われてるかなというふうな感じなので、フライにさせていただきました。次の手順を。はい。はい、お願いします。Hey, I think your fly is open.ありがとうございます。発音もね、やっぱね、一つ一つ素晴らしいですね。やっぱ、何も文句ないというか、はい、これやっぱこれを聞く方がいいんですか、これを通して聞く方がいい。もちろんです。全然。こうやってやるの違うんですか、これは。全然違う。もちろんですよ。山ちゃんはですね、この一つ一つやっぱりこの丁寧に言うので、流れる感じがあってもいいかなっていうふうな思いました。確かに、確かに、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次のフレーズに。すぐ終わりにしちゃう。早く終わらせたいんだね、山ちゃんはね。続いてのフレーズいきたいと思います。はい。まあやっぱり、ささやくといえば、うん、噂話かなと。ああ、そうだね。山ちゃん、ちょっと待っていいですか。俺が聞くの。山ちゃん、あいつ別れたらしいよ。なんだよ、普通に言ってくれよ。そんなこと。あいつ別れたらしい。ね。うん、単語はこちらでございます。Hey, I think he broke up. Hey, I think he broke up. やっぱさ、この P ってすごいんだね。爆発した。爆発したら、うん、空気がパーンってね。うん、あんなに来る。そうもそうもそうだと思う。もう一回聞いていい？もちろん、もちろん。もう一回聞いていい？ Hey, I think he broke up. P すごい遅れて聞こえてくるんだ。Broke up. I think he broke up. うん、遅いね。確かに遅いね。反拍遅い感じするよね。確かに。学び、学んだ。P が遅れてくる。素晴らしい。学びだらけ。学びだらけ。すごい。いきます。はい。どうですか今 P を意識しすぎてすごい変な感じになってますいやもう P を遅らせることで全エネルギーを今注いだからね遅すぎこれは遅すぎテンポで言うと Hey, I think he broke up テン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  I think he broke up Hey, I think he broke up ナイス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 すごいいいよよかった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 うんリズムが大事なんだねそうリズムこれね直したことによって非常にこの聞きやすくなりましたテンポ感大事ということも学べましたねこれはいやっぱね素晴らしい普段ね音階で捉えるタイプなんですよ、うん、音程がすごい先にどうしても来ちゃうのねなんかその、はい、これってさ音程ないじゃんほぼウィスパーだと I think he... あウィスパーだねそう、はいはいはい、ウィスパーだと音程を感じないからなんかこう他のことに目が行きやすい、うん、うわー勝ってよ山ちゃんいやでそれは良かったね学びだよそれは良かったですよそう学び素晴らしい素晴らしいはい、良かったですよ、それ。ちょっと待って、かけちゃんが聞こえましたから、ね、かけちゃんから特別な人があるから素晴らしいって言うんでしょ、だって素晴らしいだから聞いたよまあこうささやき声的にはさ、網羅したかなと思うんだけどなんか山ちゃんがさ、物足りないんじゃないかなと思ってなんか全部できちゃってるなって、やっぱ確かにねだから山ちゃんが苦手なやつをなんか最後さ、やって終わりにしようよ、うん、確かにね ASMR を使って学びをね、山ちゃんにもお届けしたいね俺だけ学んじゃって申し訳なくてそうだよね、うん山ちゃんなんかこう苦手な発音とかのさ単語とかさいやいっぱいあるけど、うん、リテラリーああよく言われてますよねリテラリーね、はい、これやった方がいいのかないきます Literally Literally もう外してるもんだってああでも発音いいよねやっぱね当たり障りないコメントしか言わないじゃん。なんだそれ。なんかいや俺さ普段さヨーロッパの英語の方がよく聞くのはさ。そうだね。そうだね。なんかすごい綺麗なアメリカの英語だなと思ったよ。なるほどね。うん。じゃあ締めようか。いやいやいや。山ちゃんがちゃんと発音して。山ちゃんの発音もあるから。そうかそうか。メリーランド。ああ言えない。メリーランド。ああ言えてないね。言えないわ。これねこれ3つに分けるとよくて、Litter a lead だね。もうあなんだ。Litter。A Lee 一回この分けて分けてやって Letter A Lee Yes 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 Letter A Lee よくなったちょっとよくなったよくなったいやでも回るな向かって Literally Literally言っちゃってるわ言っちゃってるな言っちゃってるわリンキングしないといけなくてここは Literally Literal Littleralこれやる意味ない。あら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 
うわーすげー。言えないよ。これはなかなか難しいね。今までの発音で一回も引っかかってないレベルの山ちゃんがさ、うん、これなるっていうのはやっぱすごい難しいんだろうね。そうだね。でもちなみに普段は literally って言ってる。そう、ブリティッシュね、アクセントとか。そうだったら言いやすいんだろうね。こっちの方が言いやすいんだけど、絶対このケビンのやつではね、アメリカ風だと言えないわ。ブリティッシュも別に正しいからさ、そうだね。それでいけばいいんじゃない、山ちゃんは。いやいや、そうだけどね。じゃあ、ちょっと練習しよう。 ASMR の音源あげるから。いらない。以上です。皆さんいかがでしたでしょうか。やんないよ。ということで、ASMR 英語いかがでしたでしょうか。私的にはやっぱりこんなにたくさんの発見があって嬉しかったです。うん、すごく嬉しかったです。学びポイントがすごいもうポン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 出てきて。ねえ、うん、まさかというか。まあ分かったけどね。分かったけどね。そう。こんなに学びたくさんって分かったけど、まあやっぱたくさんあって良かったなって。予想通り良かったなって思う。まさかって言っちゃってるけど。いや、山ちゃんいかがですか。いやいや、ね、勉強になりました。この動画がね、勉強になったと思う私やケビンも、うん、ならなかったというね、山ちゃんのような方もね、うん、また我々的には楽しめてよかったんじゃないでしょうか。はい、そうだね。どちらの意見もあると思いますが、楽しめてよかったです。はい、ということで、この動画が面白いと思った方、ぜひ高評価お願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。Yeah. Literally. おー、近い。多分でも ASMR 聞いたら多分ある。ここだから今許せるけど、そう、ASMR は許してくれないよ。さっきよりできてるもんだ。高精度で聞いたら多分違う。一緒だよ。ASMR は厳しいからね。終わってないよ、多分。ASMR の世界は。